クイズの選手のイザルス、ナイスガイスガイです。我々クイズノックが制作協力をしているアーケードゲームクイズノックスタジアム、今回はですねこちらのクイズ形式を皆さんにご紹介したいと思います。はい、ノーひらがなノック、こちらは問題文のひらがなが消えた状態で出題される形式ですね。問題、そもそも問題文ってひらがなはめっちゃ大事なところにいっぱい使われてるわけだから、うん、なかなか消えると困難ですよね。基本的には助詞と助動詞は全部消えるよね。そうだね。となると文の構造とかがすごく分かりづらくなる。だから、ですがみたいなのいなくなるもんね。そうなんだよね。だから大事なのはいかに漢字とかカタカナをうまく使う、うん、特にカタカナって大体が名詞で使ってるから、そのあたりはとってもヒントになる、ね、そうね。魚がバンといいのが見えると、一発で答えられるかもって感じだね。目の付けどころが問われる形式ですね。はい。はい。モザイク画像ノック。こちらはモザイク画像がだんだんと鮮明になっていくっていう形式ですね。問題。このツイートは何でしょう。テレビとかでね、よく見るけど、これが普通にできるってことですね。いや、なんかモザイクも最初どこが見えてんだろうとか分かんないよね。荒すぎるともう塊しか見えないとかね。だからいかに当たりをつけるかっていうのが大事になってくる、この色だとどんな情景かなみたいなのを浮かべておくっていうのが事前準備として大事ですね。まあもうなんかみんな分かるとこ大体一緒だから、逆に用意どんかもしれない。確かに反射神経大事ですよね。逆再生ノック、こちらは問題文が文末から再生されるっていう形式ですね。問題、教えるよなねどげおしばすでたとどみやらはぐびしのにきやいとたちょうのみや。クイズって頭から聞くことが多いから、なかなか文末からって珍しいですね。そうね、どこ、あ、場所を聞かれるんだとかは先にわかるけどね、そう、何、どこみたいなのがわかるっていうのはちょっと大きいかもしれない、あと音声がね、完全に逆再生なんですよ。教えるよなねどげおしばすでたとどみやらはぐびしのにきやいとたちょうのみや。よくやったね。人間じゃ絶対できないからこの形式は。音声とヒントになるのがちょっと難しいけれども、でも重要情報が後ろに聞きがちなクイズにおいては、割とこう早い段階で大事な情報が見えるってことになるから結構序盤勝負かもしれない、でも一方でね、一番最初にこれの、そうものは何でしょうって言ってる場合だと最後まで見ないとみたいなのがね、ジャンル指定されてたりするからね、それがちょっと難しいとこかもしれないですね。だから勝負どころが問題によって結構変わってくるかもな、やっぱり問題これ見てても最後まで見ないとちょっとわからなかったりするやつが選ばれてる、このあたりは意外とアセットしちゃうと危ない。はい、早押しノック、こちらはオーソドックスな早押しクイズですね。問題、トレーディングカードなどを傷つけないようにするさ。もうこれはシンプルよ。これは言うことなし。早押しクイズですね。自動読み音声があって、問題文が頭から流れてという形式ですね。なんか、まあ、特別なことはない代わりに、なんかすごいこう実力が出そうな。本当ですね。早押しの頭の方にマイナーな情報があって、最後に行くとメジャーな情報があるという性質を生かして、いかに情報を選択するかが大事ですね、といった感じになっております。皆さんもお近くのゲームセンターでぜひチャレンジしてみてくださいね。それじゃコナミ